春秋戦国時代新刊時代になりますとさまざまな階層の人たちがやっぱりそれぞれに自立してくるそういうことが伺えます。皇帝は皇帝として諸侯は諸侯として役人官僚は官僚として農民それから商工業者これらの人の中でも力を持った人々はそれぞれ大きなお墓を作り、えー、かつてはまあ王のクラスの人しか天に上ることは許されなかったと思われますが大変多くの人が ドーム型の天を備えたお墓に葬られてその人個人が天に昇るその葬られた人が天に昇る資格があるということを証明するために様々な財物をそこへ納めなおかつそこに壁画でその方が生きていた時にどれだけ立派なことをしたのかということを壁画に描いていくというそういう新しい時代になっておりますまあ、巨大な種族によるこう活動が重要な時代から さまざまな階層の人々がそれぞれ自立した営みを確立してきているという動きがこの歌唱・清衆から新刊時代に至る過程の中で読み取れるわけであります。